明朝、将軍閣下自らの手であんたたちの尋問が行われる。そこで無実が証明されれば、2、3日で釈放されるはずさ。ま、しばらくそこで頭を冷やしておくことだな。冗談じゃないわよ。こちらの言い分も聞かないでこんな場所に放り込んでさ。軍が空賊団を逮捕できれば疑いは晴らせるだろうけど、こうなると無理かもしれないな。え、どうして？廃校で戦った空賊リーダーの言葉を覚えているかい？話が違う、来るのが早いって。そういえばそんなこと言ってたかな。まさかそれって軍の部隊のことだったの？十中八九そうだと思う。そしてそれが意味するのは、軍内部に空賊のスパイがいる、もしくは情報を流す協力者のような人物がいる。つまりそういうことね。はい。それが本当だったら絶対に捕まらないじゃない。やっぱり私たちが頑張るしかないっていうのに。八方塞がりってやつね。こんな時に先生だったらどう切り抜けるのかしら。どうやらお困りのようだね。あれ、ヨシは何か言った？いや、僕は何も。隣から聞こえてきたわ。しかもなんだか聞き覚えのあるような。ルシー s'est fait attraper。 おお、釣れないことを言わないでくれたまえ。この艶のある美声を聞いたら、だこの根拠のない自信、そして自分に酔った口調。ひょっとしなくてもオリビエ？ピンポーン。ああ、こんなところで再会することができるとは。やはり僕と君たちは運命で結ばれているらしいね。あんたどうしてここにいるのよ。ボスに案内したはずでしょ。しかもこんな牢屋に閉じ込められているなんて、一体何をしでかしたわけ？ Sérieusement, si vous aimez cet acteur de doublage, l'intonation qu'il prend et tout, regardez Jojo's Bizarre Adventure. Je sais, c'est rude au début quand on voit, la patte artistique de cet animé, de ce manga, mais c'est génialissime. っていうか聞いちゃったらものすごく疲れそうな気がする。偶然だね、エステル。そういうわけで話してくれなくても結構よ。私たちの健康と美容のために。はははそんなに遠慮することはない。Je pense qu'il y a une version anglaise, une version française, je suis pas sûr. Mais、non, mais vraiment, faut le regarder en japonais parce que rien que pour cet acteur de doublage et pour le personnage qui double Dio, c'est génial. Franchement, c'est génial. アンテローゼに入った。そして存分に舌鼓を打った後、余興にグランドピアノを弾いたのさ。するとレストランの支配人が身を震わさんばかりに感激してね、レストラン専門のピアニストとして雇いたいと頼み込んできたわけだよ。どうでもいいけど、あんた竜と引きじゃないの？天才というのは獲物を選ばないものだよ。それはともかく、僕はある条件を出してそのオファーを受けたわけだ。ミラの代わりに料理とワインを毎日タダでご馳走してくれってね。なんていうか、オリビエさんらしいですね。でもそれがどうしてこんな牢屋に入れられることに？はあ、ここからが聞くも涙。その夜、早速僕はシェフに作らせた鴨肉のソテーに舌鼓を打っていたのだが、血を使ったソースがまたたまらなく濃厚な味わいでね、どうしても普通の赤ワインでは物足りなく感じてしまったのだよ。なんか無性に殴りたくなってきたわね。それであんたはどうしたの？貯蔵庫の奥に保存されていた良さそうな一本を拝借したんだ。グランシャリネ1183年もの。グランシャリネ、しかも1183年ものですって？
オートのオークションに出た幻のヴィンテージワインじゃない。ほう、シェラ君はなかなか詳しいみたいだね。ドゥポワヴロ、僕も噂を聞いてかねてから飲んでみたいと思っていたのさ。オークションってどのくらいの値段がついたの？聞いた話じゃ50万ミラで落札されたそうよ。50万ミラ、たかがワイン1本。とんでもない世界だね、オリビエさん。まさかそのワインを。言うまでもない、美味しくいただかせてもらったよ。鼻孔をくすぐる福いくたる香り、喉元を愛撫する芳醇な味わい。ねえ君たち、信じられるかい？バラ色に輝く時間と空間が確かにそこには存在したんだ。ダメだこりゃ、やっぱり疲れたね。呆れて物も言えない。しかしそうなると今度は料理の方が物足りなく感じてね。ワインに合うくらいの一品をシェフに作らせようとした時にちょうど支配人が帰ってきたんだ。僕もケチじゃないからね、彼にも商売してもらおうと気前よくグラスを勧めたんだが、なぜか激しく立腹し始めてね。あれよあれよという間に兵士たちがやってきたのだよ。それでこれがまた。以上が僕をここに送った涙なしでは語れぬ悲劇的事情さ。さあ思う存分同情してくれたまえ。おや、ちょっと君たち、そのクーとかスーとかうんバカーとかいうのはなんだね。いいかい、話はここから面白くなるのだよ。ここに連れてこられてからもさらなる試練が僕を待ち受けて、もしもーし、ちょっと聞いてますか。おーい、あんたたち起きてくれ。どうしたんですか？はあ、こんな朝早くから尋問なの？さすがに勘弁してほしいわね。いや、その反対だ。あんたたちを釈放する。どうして急に？何か理由でもあるんですか？こういうわけですわ。市長さん。あらら、珍しい場所で会うじゃない。皆さん大変でしたわね。ですがもう安心してください、皆さんの疑いは晴れましたから。まだ完全に納得したわけではないかな。まあメーベル城たっての頼みだ。それって市長さんが私たちをかばってくれたっていうこと？かばったわけではありませんわ。ただ皆さんの事情について。私たちの事情？そこの二人、カシウス・ブライトの子供というのは。え？はい、おっしゃる通りです。彼女はエステル・ブライト、僕は養子のヨシュアと言います。そうか、確かにそちらの娘にはレナ殿の面影が残っておるな。お母さんを知ってるの？ロレントの家を訪れた時に何度か手料理をご馳走になった。赤ん坊だったおのしにも会ったことがあるぞ。ちょっと待って、モルガン将軍って父さんの個人的な知り合い？父さんが昔軍にいたのは私も知っているけど。遊撃士としてのやつは知らん。わしが知っているのは軍人としてのカシウスだけだ。希代の戦略家と呼ばれたんだ。戦略家？まったく、何を好んで遊撃士協会などに。わしはこれで失礼する。どうなってんの？エステルさんのお父様は優秀な軍人だったそうですわね。退役するとき何度も引き止めたと将軍閣下から伺ったことがありますわ。そうだったんだ。なんだか信じられないけど。しかしそうなると将軍の遊撃士嫌いは
先生が原因かもしれないわね。目をかけていた部下に去られた悔しさから来ているのかも。なんかそれっぽいですね。じゃあ何？父さんのせいで私たち苦労してるわけ？あの極道親父。さて、それでは皆さん、ボースに戻るといたしましょう。定期船が見つかったことで事件は新たな局面を迎えました。いろいろと相談したいことがあるのです。あ、うん。あら、どうなさったの？帰るのは賛成なんだけど、何かを忘れているような。そういえば何だったかしらね。人はなんと無情なのだろう。一夜を共にした仲間のことをいとも簡単に忘れ去るとは、なんという悲劇、なんというやるせなさ。いいさ、僕はこの暗き煉獄で一人朽ち果てていくとしよう。あれがいたか。うん、完全に忘れ去ってたわね。気の毒とは思うけど、さすがにどうすることも。そちらの方は噂の演奏家の方ですわね。グランシャリネを勝手に飲んでしまったという。いかにも。しかしレディー、勘違いされては困るな。あれは前払いだよ。華麗なる僕の演奏に対するね。面白い方ですわね。まあついでですから、あなたも釈放していただけるよう。ほう、さすがにそれは無理があるような。レストラン側が訴えれば少なくとも訴訟にはなるはずよ。その心配はありませんわ。あのレストランのオーナーは私ですから。え、あのグランシャリネも私が競り落としたもの。これならば問題ないでしょ。まさか本当に釈放されちゃうなんて。まったく大した悪運だこと。そんなに褒めないでくれたまえ。しかし、ただであのワインを飲んだとあっては心が咎めるな。契約通りレストランでピアノを弾かせていただこうか。それは遠慮しておきますわ。さすがにあの騒ぎの後だと色々と気まずいでしょうから。こいつだったら全然気にしないと思うけど。確かにずぶとそうだしね。まあ今回のことはお互い不幸な事件と割り切りましょう。しかしそれでは僕の気が済まない。そうだな、ちょうどエステル君たちが何かの調査をしているようだね。ワインの礼に彼らの手伝いをするというのはどうだろうか。はあ？あら、それは面白いですわね。お願いしてもいいでしょうか。お任せあれ。そういうわけだ。君たちよろしく頼むよ。ちょっと待って、どうしてそうなるのよ。素人についてこられても正直言って迷惑なんだけど。足手まといにならない自信は？銃とアーツにはいささか自信がある。無論僕の天才的な演奏と一緒にされても困ってしまうが。そういうセリフが激しく不安を誘うんですけど。でも悪くないかもしれないね。軍が当てにならない以上、僕たちも人手不足な気がするし。まあいいわ、協力してもらうとしますか。ただし足手まといになると判断したら外れてもらうけど、それでもいいかしら。構わないよ、決して失望させたりしないから。失望するも何も、最初からそんなに期待してないし。話がまとまって何よりですわ。それはそうと、皆さんに報告することがあるのです。報告すること？そういえばここに来るまでに街が騒がしかった気がするわね。何かあったの？はい、実は昨晩ボースの南街区で大規模な強盗事件があったのです。武器やオーブメント工房をはじめ何軒かの民家が被害に遭いました。え？やっぱり例の空賊たちの仕業ですか？今のところは不明ですが、その可能性は高そうですわね。現在王国軍の部隊が調査を行っている最中ですわ。なるほど、私たちもすぐに調査した方が良さそうね。ええ、お願いいたします。
ここまでの調査のお礼はギルドにお支払いしておきますわ。当座の調査費用としてどうぞお役に立ててくださいな。また軍の連中に邪魔されそうな気がするけど、ま、そうなったらその時だよね。邪魔されるのはともかく、こちらが情報をつかんだとしても軍には伝えない方がいいと思う。本当にスパイがいるとしたら空賊たちに筒抜けになるからね。不本意だけど仕方ないわね。とにかく慎重に行動しましょう。それでは諸君、早速南街区に行くとしようか。だからどうしてあんたが仕切んのよ。 Je sens que ça va être génial avec lui。Ah, au voleur! J'ai été cambriolé l'autre jour et une bague certif fait partie des objets dérobés. Elle est d'une grande valeur pour moi. Si vous la trouvez, merci de me la ramener. Je vis dans le quartier sud de Bouze. Ouais. Faut aller mener l'enquête. Meibel 市長からこれまでの調査手当が振り込まれたらぞ。Merci. Pas mal. では。En plus, l'autre, il va me coûter des sous pour son stuff. Bonne soirée, Kendoza. Le groupe de pirates du ciel appréhendé dans la vieille mine était composé d'un homme et de deux femmes. On dit qu'il y avait même des gamins dans le tas. Comment ? Ce n'étaient pas les pirates du ciel, vous dites ? Ben non, mon gars... Cette enseigne a également été pillée par les cambrioleurs. Ce n'est probablement pas le bon moment pour parler affaires. Ah bon ? Olivier ! Ah oui. Déjà ouvert partout. La classe. Je vais voir si j'ai de quoi l'équiper. C'est moins sûr.Déjà, il a à la crime. Ça, c'est cool. Et on va mettre ça. Et ce sera très bien. ご苦労さんね、あんたたちも。おっと、お前さんたちか。はあ、エステルちゃんとヨシュア君。よかったね、釈放されたんだ。聞いたぞ、軍の連中に廃校でとっ捕まったんだってな。いや、ほんと心配したぜ。何、人事みたいに言ってくれちゃってるかな。ナイアルの情報をもとに村に行った結果なんですけど。おいおい、そりゃ逆恨みだろ。ナイアルさんたちも廃校には行ったんですか。そうだよ、昨日のうちにね。ヨシュア君たちは連行されちゃった後だったけど。しかし逮捕の現場にいたら面白い写真が撮れたんだが、本当惜しいことしたぜ。これだからマスコミの人間ってのは。それよりもこのありさまはやはり空賊の仕業なのかしら。ああ、そうみたいだな。軍の連中も手がかりを調べているらしいが、正直何もないみたいだぜ。そう、厄介ね。記者君、ちょっといいかい。空賊たちは町のどこから侵入したのかわかるだろうか。うん、目撃情報によると西口方面に去ったらしいが。それはおかしいな。西口に入ってすぐのところには市長邸やマーケットもある。それらを襲った方がはるかに見入りが良さそうだな。言われてみれば確かに。ところで、あんた誰？よくぞ聞いてくれたね、オリビエ・レンハイム。漂白の詩人にして天才演奏家さ。Bah, c'est pas la modestie qui l'étouffe, lui, hein.
噂くらいは聞いているだろう。ああ、高級レストランでワインを飲み逃げしたっていう。お目にかかれて光栄です。照れるじゃないか。インタビューならばいつでも受け付けてあげよう。はあ、いいんですか。頭痛くなってきた。なんていうか、ある意味同じタイプかもね。なんで一緒に行動してるのかは聞かないでおくことにするぜ。ま、それが無難でしょうね。Waouh, on dirait que les cambrioleurs ont embarqué pratiquement toutes les marchandises. J'étais convaincu que le patron avait bien tout verrouillé la nuit dernière pourtant. J'y crois pas. Ma boutique a été dévalisée par des voleurs. Et ils sont partis avec tous mes biens de valeur. Pourquoi ça m'arrive à moi, et pile au moment où on est en pénurie de marchandises ? Ça a pas l'air pourtant. Bon, ça va, il est déjà équipé, semblerait-il. Sauf pour les flingues. Enfin, il n'y en a pas de nouveau en fait. J'ai pas parlé à l'autre. Mon atelier, mes marchandises, il ne me reste plus rien. Il faut que je prévienne l'armée, la guilde des Bracers, n'importe qui. Une minute. Si l'une ou l'autre découvre ce qui est écrit dans le livre de compte qui a été volé... Aïe aïe aïe, je me retrouverai dans un sacré pétrin. Bah alors, ça déclare pas tout. C'est ça, cause toujours. Oi, omae tachi. Hein? Dou shita no? Hitokoto chūkoku shiyō to omotte na. Ikura shichō no dairi to wa ie, omae tachi wa akumade minkanjin da.我々が調査している最中にうろうろしないでもらおうか。なんですって。忠告というよりも警告ですね。部をわきまえろと言っている。そんなに調べたいのだったら我々が引き上げた後にするんだな。あまりわがままが過ぎるとまた牢屋に招待させてもらうぞ。うん、気にしないのエステル。虎の意を狩る狐とはよくぞ言ったものだね。何をやっているのかね。これは大佐殿。栄えある王国軍の軍人が善良な一般市民を脅すとは、まったく恥を知りたまえ。ですがこいつらはただの民間人ではありません。ギルドの遊撃士どもです。ほう、だったらなおさらだろう。軍とギルドは協力関係にある。対立を煽ってどうするのだ。しかし自分は将軍閣下の意を汲みまして。やれやれ、モルガン将軍にも困ったものだ。ここは私が引き受けよう。君は部下を連れて撤収したまえ。しかし早朝から始めているのだ。もう十分に調査しただろう。将軍閣下には後で私の方から取りなしておく。それでも文句があるのかな。了解しました。撤収、派遣門に戻るぞ。さてと、遊撃士協会の諸君、軍の人間が失礼をした。謝罪をさせてもらうよ。これはどうもご丁寧に。ま、こちらも挑発的だったし、お互い様としておきましょう。そう言ってくれると助かるよ。先ほども言ったように、
軍とギルドは協力関係にある。互いに欠けている部分を補い合うべき存在だと思うのだ。今回の一連の事件に関しても君たちの働きには期待している。失望させないよ。せいぜい頑張らせてもらうわ。なんかすごくまともそうな人ね。うん、誰なんだろう。大佐、そろそろ帝国ですが。お、そうか。それでは諸君、これで失礼させてもらうよ。そういえばまだ名乗っていなかったな。王国軍大佐リシャールという。何かあったら連絡してくれたまえ。リシャール大佐ってどこかで聞いたことあるような。ナイアルさんが言ってた人だね。王国軍情報部を率いる切れ者の若手将校だっていう。あ、そうだった。軍人にしては結構話が分かる人だったね。うん、年は30半ばくらい。ルックスも悪くないときたか。軍人より政治家に向いていそうね。はい、お前さんたち、今の黒服の軍人誰なんだ。なんか見覚えがあるんだが。なんだ、顔は知らないんだ。ナイアルが言ってた情報部のリシャール大佐だってさ。な、何？おいおい、それ本当か。お、うん、本人がそう名乗っていたから間違いないと思いますけど。まさかこんなところで噂の人物に出くわすとは。こうしちゃいられん。ドロシー、追いかけるぞ。あいあいさ、よくわかりませんけど。あ、張り切ってるわね。インタビューでもするのかな。確かに記事にしたら受けそうな人物ではあるわね。うん、ん、どうしたの。珍しく真剣な顔しちゃって。いや、今なかなかの男ぶりであるのは。しかし。しかし何ですか。僕のライバルとなるにはまだまだ役者不足だと言えよう。より一層の精進を期待したいね。聞くんじゃなかった。その自信がどこから湧いてくるのか。さてと、兵士たちがいなくなったところで調査を再開するとしますか。さっき話を聞けなかった住民の人たちから話を聞くわよ。うん、了解。J'adore ce genre d'intervention des personnages. T'as l'impression qu'il va sortir un truc totalement sérieux, mais en fait, pas du tout. Bon, Lona, je l'ai pas trouvé par contre. J'étais sous le choc quand j'ai appris que le quartier sud a été cambriolé. La mère de Mirano était là-bas toute seule, la nuit dernière. Heureusement, nous n'avons pas été victimes de ces cambrioleurs.Mais sans homme à la maison, je ne me sens pas tranquille. Ça m'a rassuré lorsque Mirano est venu avec Simon. Ah, il ne manquait plus que ça, des cambriolages. Mais qu'est-ce qu'il se passe à Bouze à la fin? En tout cas, s'ils n'ont même pas essayé de cambrioler chez nous, c'est qu'ils ne devaient pas être bien informés. Ah ah. Ou parce qu'ils visaient quelque chose de particulier?Non, je l'ai pas parlé à celui-là, je crois. Oya, anta tachi wa sakki hanashi o kiki ni kiteita yūhikishi-san tachi janai ka. Oh, hai. Sumanakatta ne. Sakki wa aite ga dekinakute. Sore de, anta tachi mo sakuban no hanashi o kiki ni kita no kai? Hai. Ukagatte mo yoroshii desu ka? Ah, ii tomo sa.昨日の夜中のことさ、扉の外で何やら物音がしてね。私はこんな時間に亭主が帰ってきたのかと思って扉を開けて怒鳴りつけてやったんだ。だがそこにいたのは向かいの工房から出てきた覆面の男たちだったのさ。あの時ばっかりは心臓が止まるかと思ったね。もっとも向こうも驚いて北の方に逃げていったけどさ。なるほど、それが空賊たちだったのね。じゃあここのお宅は特に被害はなかったんですね。ああ、不幸中の幸いだったよ。一ついいかしら。ご主人が遅かったというのは
酒場にでも行ってたということ？それだったらまだ許せるんだけどね。うちのは飲んだくれに加えて大のこれ好きときたもんだ。Cécile mime un mouvement de lancer avec sa main droite. Ah, わかった。ズバリ釣りね。ああ、なるほど。そう、これがまた馬がつくほどの釣り好きでね。昨日もカサギを釣るとかで南の湖畔に行っちまったんだよ。しかもまだ帰ってきやしない。え、それじゃまだ事件のことは知らないの？その通りさ。まったくあの宿六、帰ったらただじゃおかないよ。おい、帰ったぞ。はあ、やれやれ、朝から粘ったのに坊主に終わっちまったよ。お、なんだ、お客さんかい？このすっとこどっこい。なんだってんだ、いきなり大声出しやがって。お客さんに失礼じゃねえかよ。失礼なのはあんたの方だよ。まったくこの大変な時にのんきり遊びほうけてるなんてさ。ああ、大変な時？実は。Joshua explique brièvement à Kuano le cambriolage de la veille. Ah, 空賊による強盗ね。しかし、こいつの怒鳴り声で逃げてったってのは傑作だぜ。空賊も災難だったよな。なんだって？落ち着いて、おばあちゃん。しかし、夜暗に紛れて現れてどこかに消える空賊どもか。あいつの言ってたことがもしかして関係あるのかね。あいつ、どなたのことなんですか？ああ、俺の釣り仲間でな、南の湖畔にある宿屋に滞在してるやつがいるんだよ。そいつが宿屋の近くで妙な連中を見かけたらしいんだ。妙な連中？興味深いわね。詳しく話してもらえない？構わんが、言っておくがまた劇だぞ。何でも夜釣りをした時に偶然見かけたらしいんだが、真夜中に宿屋の出口から街道に出た連中がいたらしい。しかも宿の人間に聞いてみると、そんな連中は泊まってないそうだ。それは確かその宿、強盗事件とか起こったりはしていませんか？そういう物騒な事件は、まあ、静かで飯のうまい、なかなかおすすめの宿だぜ。なんといってもいい釣り場だし。肝心の強盗事件については手がかりはなかったけど、なかなか興味深い話が聞けたわね。うん、同感だ。特に宿屋の食事が美味だというのが気に入った。そういう話じゃないってば。まあ、私も釣りにはちょっと心惹かれるけど、何も事件が起きてないんじゃ調べてみる価値はなさそうね。いや、それは逆だと思うよ。下手に事件を起こしたら軍に徹底的に調査されてしまう。逆に何も起きてない場所こそ空賊たちが現れる可能性は高い。そっか、そういう考え方もあるか。確かにこの一連の事件、軍にスパイがいるかはともかく、空賊たちは相当に抜け目がないわ。起きた事件を調べるだけでは連中を追い詰めることは難しい。連中の動きを読んだ上で一歩先を行く必要がありそうね。なるほど、守りより攻めの姿勢ね。それでは行こうか。リベールの真珠と歌われし、麗しのバレリア湖のほとりへ。Très bien. Mais j'ai pas d'info encore sur ça. Lona. Faut que je la trouve. Ou que je le trouve. Peut-être ici. Ils m'ont pris une bague qui compte beaucoup pour moi. Peu importe que ce soit la guilde des Bracers ou l'armée, je veux juste que quelqu'un mette ces cambrioleurs hors d'état de nuire. Je ne peux pas supporter ce climat d'insécurité. Ah, ok. Bon, je présume que ce sera en suivant la quête principale. Je me demande quand papa va rentrer à la maison. Maman est inquiète. Là, je vois ça. Je vais quand même m'assurer qu'il n'y a plus rien.
délai moyen. Bon. Le gars, il les veut tous. Ronin, Stellar Blade et même Dragon Dogma 2. Bah ouais. Ah, on a enfin 4 persos, c'est génial. Pourquoi il s'avance pour tirer? C'est pas normal. En tout cas, Stellar Blade, oui, je vais le prendre. La démo m'a convaincu. Dogma, il y a eu un patch ou pas encore? Pourquoi, il y a des soucis? Ah oui, il y a des gros soucis? Je savais pas. Des boss ont 10 FPS, des soucis de sauvegarde, des gens ont perdu 20 heures. Ah. C'est un peu embêtant. Oula. La dernière fois qu'on m'a fait ça, c'était très problématique. Ouais, ça va pas passer. On va quand même essayer de finir. On va voir si on peut quoi. Impeccable. Allez, touche. Ah, j'aurais peut-être dû soigner avant. Bon. Ça va qu'il y a l'attaque préventive. Oh, ça donne que dalle, à part des sépites, heureusement. En fait, tu gagnes toujours un truc dans ce jeu. J'aime bien ça.
Où vais-je trouver le temps de faire tous ces jeux? Ah mais j'ai pas dit que j'allais les prendre. Par contre, Stellar Blade, oui. J'ai dit en fait qu'il m'intéressait. Ronin ? Ouais, il m'intéresse.